お疲れ様ゴー。お疲れ様ゴー。ヨーグルッペ埼玉県でも売ってた。おお、嬉しい、ありがたい。飲んでくれるの嬉しいね。ソラ活成功、やった。わかめご飯、違うよ。なんでしょ なんでしょ。わかめご飯じゃないです。見ながら電車で寝落ちします。イエイ。今日のご飯は一緒、昨日と。松茸ご飯、違うよ。ブブ。こちらです。待って、これね、なんかね、ベトベトするんだよね。あやー。こちら。これ食べる今から。それでは。みんなご飯食べた？もう。もうさすがに食べたか。ご飯まだだよって方はそのと一緒にご飯を食べてください。はい、いただきます。お稲荷さん、お稲荷さん大好き。いただきます。スタバのチョコチャンクスコーン、スコーンいいな、美味しいがね。スタバだったらワッフルも美味しい。鶏づくし弁当、なんそれ、美味しそう。それではいただきます。なんか昨日と違う。みんなの昼ご飯は？みんなのお昼ご飯は？おいしい。
黒糖いなりってなん？黒糖いなり？ない。柚子いなりなら食べたことあるわ。うん。まあ、サランは好みじゃないですね。うん、スタンダードのものが一番おいしい。うん。あ、ちなみにこのおいなりさんは多分具材なし。黒曜さん、ショートケーキありがとう。うん。そう。あー、自宅待機辛いよね。うん、黒糖いなりって何か皮が黒糖の味がするってこと？そう、普通のが一番おいしい。うん、何おいなりが好き？みんな高千穂生キャラ、あ、高千穂生キャラメルミルク見つけて飲んだって嬉しい。ミニストップに売ってた。やっぱミニストップに売ってるんかな。でもセブンイレブンとかで買ってる方もおったよね。あ、ちなみにサラナはもう飲みましたよ、さすがに全部。うん、黒曜さんありがとう。うん、熱がちょっとあります。篠太郎も？それはカズ兄さん、モンブランありがとう。モンブラン、モンブラン、そういうことか。カズ兄さんのお肉マークはあの290代だからってことね。肉でね、そういうことか。変わっちゃうなって思って。なるほど、理解。ショートケーキ、カップケーキ、シュークリームもありがとう。武道館までには直しました。武道館まではうん、10日あるから大丈夫。10日ぐらい、10日ですもんね。うん、ドゥ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 、優しいね。ゆっくり休んで。あたた、みーちゃん、シュークリームありがとう。今日はさ、レッスン夜なので朝ゆっくり起きましたね。昨日さ、気づいたら寝るの3時やった、うん、最近の中で一番遅かった。うん、うん、うん、ふんふんふん、嬉しい。おねえさん、おいしい。夜更かししたらダメだって。そうね、昨日まずお風呂出たのが1時20分ぐらいだった。うん、12時回ってお風呂入ったんですよ。そうだから、そうなっちゃうよ。昨日お風呂入る前にダンス踊ってたら12時過ぎちゃってた。この間覚えられなかったダンスを覚えたんです。うん、おいなりさん3つ入ってる。
昨日夜に残り食べました。お揚げが黒糖風味のやつ。黒糖風味か。すごっ。カズ兄さん、ごめんありがとう。黒糖なんか濃そう、めっちゃ。でもあのさ、なんかとんかつソースとかにさ、黒糖のやつとかあったりするやん。あれみんな好き？私は苦手です。なんかフルーティーな感じになるんですよね。でも私はあれは納得できん。黒糖風味のとんかつソースは私は許せない派。だから黒糖風味のとんかつソースのお店ではあれでした、塩かけてましたね確か。あ、それは苦手。やっぱ苦手か。あれなんで黒糖風味やっちゃろうね。私的には合ってない気がする。みーちゃん、ハートありがとう。うどじんぐん、ありがとう。めっちゃ好き、うどじんぐん。行きたいわ。難しいよ、おいなりさん。こんにちは。いけるかなこれ。美味しい。歯茎に挟まる。歯茎っていう？確かにタイミングがね。まあね、流行ってるからね。ありがとう。気をつける。体調ね。みんな今お仕事中かな。お仕事中か。みんな頑張ってる。お疲れ様。マンボウ。昨日はやっぱり朝顔見ちゃったわ。眠かったけど朝顔見てダンスやりました。の朝顔なんだっけ、朝顔観察医、観察医朝顔かなのスペシャルが昨日あって、そう見ちゃった。つぐみちゃんがめっちゃ妹に焼いてたね。
見てた？つぐみちゃんめっちゃ焼いてた、さとちゃんに。昨日しか仕事行ってないって。そっか、もう今日からお休みか。あ、115日、ありがとうございます。な、朝顔見てた？え、そう、朝顔ね、つぐみちゃんがなんかかわいそうだった。ね、すごいよね、いうこと、すごい、本当に羨ましい。え、運玉で、運玉で、待って待って、あれ激痛コンやろ、あれ午後しか投げんもんね。すごい、でもあれで筋肉痛きたってことはもう激痛やろ、筋肉痛ってことやろ、ってことはもうめっちゃ本気で投げたっちゃね、野球選手ぐらい。うん、こんにちは。朝顔見てない？朝顔ね、めっちゃいいよ、いい、いいドラマ。うん、ちょっとなんか怖いシーンもあるけどね、解剖するときとか。また空のチェキ届いたって嬉しい。生誕 T シャツサイン書いて、書いたよ。そう、この間のね、この間のオンライン話し会のときに、そう、担当マネージャーさんがオンライン行こうと思ったら、上美ちゃん上美ちゃんって、今日帰りにサインと動画お願いできるって言われて、で、そう、いや、ずっとファンの皆さんが楽しみにしてくれてたんですよって言って、そう、オンラインのためにまだなのって言われてましたって言って、そうそう、年越すんじゃないかって言われてましたって言って、ごめんねって言われました。書いたよ、とうとうやっと書きました、書けました。そう、一個心配事が減ってよかったです。やす1983さん、くまちゃんありがとう、食べてってありがとう、ラボもありがとう。そっか、マックいつから値上げですっけ、10月。そう、そろそろ、いつ届くか分からんけどね、届きますよきっと。うん、そう、名前とサインですね。そう、サーナは免許持ってますか？うん、車の運転免許は持ってます。あ、9月30日から、え、待って、10月じゃなくて。あ、ランタボさん動画見た、すごかった、ありがとう。今日はサッカーの試合なの？トカチンさん、シュークリームありがとう。そう、動画とあのサイン入り T シャツ、皆さん待っててください、そのうち届きます。やっと届くよって言えて嬉しいです。私もそう、ずっと心配されてたので、ファンの皆さんから。そう、でも忘れられてなかった、うん、大丈夫だった。最近運転したって、待って、
最後運転したのはいつかな、うん、今日もいないさ、メンバー乗せたことない、家族以外の人、家族と教習所の先生以外ないそう、え、最後の運転したのね、8月31日かも、いや違う、10月1日かな、あ間違えた、9月1日、10月とか言っちゃった、9月1日くらいかも、1ヶ月前くらいに運転した。え、京香さん持ってるんですか、すごい。そう、1ヶ月前くらいに運転しました。そう、しかもね、8月の終わりから3日間連続で運転したっちゃけど、その前は5ヶ月空いてました。うん、そう、5ヶ月運転できちゃなくて、3月ぐらいから運転しちゃなくて、そう、4、5、6、7、8、そう、5ヶ月ぶりに8月の終わりに運転して、そう、なんか1ヶ月前に運転しましたよ。そう、持ってます、車の運転免許ね。バイクの運転免許ってさ、持ってるメンバーいますか、おらん、いない？もぎさん持ってるんですか？エイトにはおらんってこと？待って、これ食べるの難しい。うん、うん、持ってるって？今教習所の入所手続きしてきました。すごい、すごい、なんかちょうどいい話のタイミングに、すごい、食べ終わった、ごちそうさまでした、うん、持ってゴミ捨てたい、
ラピュタさんじゃない？めっちゃ久しぶりじゃない？ヤッホー覚えてるよ。高速教習が一番楽しかったって。高速教習？なんか怖かったけど楽しかった。確かに。でもね、その普通の教習の方が楽しかったかも。まあ、高速教習も楽しかったけど、高速教習の先生厳しかったのか。楽しかったけど。7班。7班。ちょっと待って、手洗ってきていい？テスト難しいって。筆記？覚えるまで難しいかも。難しい。結構難しい。サノは全部仮面も本面も一発やったけど、難しいかな。難しいです。教習所の先生が飲み物を送ってくれた。わかる。サラダもなんか仮名受かったら、そう、買ってくれたりしてました。一番最初に受けた教官が怖かった。一番最初めっちゃ優しかった。めっちゃいい人でしたよ。筆記テストの対策は教本みたいなやつひたすら読む感じ。そうそうやね。読んだり解いたり。効果測定難しくない？あ、難しい。めっちゃ難しい。めっちゃ難しい。昔は教習所の先生めっちゃ怖かった。めっちゃ優しかったです。いい先生でした。いい先生がいっぱい。学科に名物教官めっちゃ面白い。でもね、私ね、仮面ね、満点だったの。100点満点で、あ、50点な、50点かな。まあ満点だったんですよ。50点かな。そう、満点で、あの、めっちゃ褒められた。めっちゃ褒めてくれて。そう、なんか今日の仮面で満点だったの一人だったんだよって。しかもなんかこの1ヶ月で初めてみたいな。めっちゃ褒められた。すっごい褒められた。嬉しかったあの日。そう、なんか先生のお部屋に呼び出されて、そう、なんかめっちゃ褒めてくれましたね。本面まで頑張ってくださいって。クランクで待って。クランククランクって何だっけ。くねくね。教習所の車ぶつけたって。やっちゃったね。そう、満点だったの。めっちゃ嬉しかった。ちょっと待って、やっぱり手洗いたい。手洗ってきます。
教習所の車なんてぶつけてなんぼって。え、でもぶつけたら怒られるやろ。あ、直角に曲がるやつね。うんうん。待って、直角に曲がるなんてあったっけ。直角に曲がるなんてあったっけ。ちょっと待って、直角に曲がる、そんなんあったっけ。くねくねじゃなくて、またあったっけ。くねくね、くねくね、でも絶対それだよね。クランクランク、それだ。私あれ好きだった。なんか最初は全然できんやったけど、なんかめっちゃわかりやすく教えてくださった先生がおって、その先生に習って以来めっちゃうまくできるようになりました。毎回縦列駐車できるって。車高の縦列駐車はできたけど、普通の縦列駐車はできません。きっとやったことない、普通には。あ、 S 字だ、 S 字、 S 字、 S 字がそういうのはめっちゃ得意でした。え、待って待って、直下クランクあったっけ。まあでもきっとあったよね。待って待って、思い出す。S 字クランクか、それは。 S 字クランクが得意だったんだ私は。免許証今持ってる。うん、うん、置いてきました。え、待って、待って、でもできなかったものはきっと覚えてるじゃないですか。ができてたんですよ。待って、S 字のカクカクしたのがクランク、のカクカクしたやつね。ちょっと待ってね。S 字、まあ、とりあえずなのは S 字がめっちゃ得意だったんですよ。あ、待って、やったかも。うん、できてた気がする。サーノの運転する前にサーノの2人で乗るときは運転席の後ろの座席に、なんだよなんでよ。めっちゃ怯えられてる。だって めっちゃ目がかすむ。あ、急発進、急停車あった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 。楽しかったわあれ。あれめっちゃ楽しかった。ビーね。もう一回車庫行きたい、うん、隣に先生いるから安心じゃないですか。ね。こんにちは。いや、車庫楽しかった。お花摘みどうぞ。あ、お昼ご飯食べ終わったのでテロップ消します。
最後の路上テストは教官と話しながらやってた。あー、ずっと喋ってましたよ。あ、でも最後のテストはあんま喋んないですね。ほぼ喋んない。え、急発進急停車やったやった。急発進、タイヤキュルキュル言わせたって。え、急発進急停車なんかとりあえず楽しかった思い出しかないですね。そう、踏んでピーみたいな。そう、ちょっと待って、鼻かみたい。ただいま。自分がスピード出したいタイプだったから最後の道をスピード出せる道にしてくれた。そんなことある？すごいね。そんなことあるっちゃう。ティッシュのそうスマホ台にしてます。三脚、その上に三脚立ててるんです。そう、ティッシュ台の上に三脚立てちゃって、だからこっから出てくるティッシュ。ピロピロって。うん、ドゥルドゥルドゥドゥ。不安定そうって。いやでもね、三脚上に立ってちょっから大丈夫。うん、波動の優勝景品で作ることになった MV の曲決まった？全然決まってないですよ。多分そうなの、分かりません。決まってないと思う。うん、あ、そう、取りづらそう。めっちゃ取りづらいよ。しかもなんかね、今日ね、お掃除の方がパンパンに入れてくれてて、なお取り出しづらい。ありがたいけど。西取るときは教官が寝てて、ミニストップでアイスをおごってもらって。いいの？ミニストップのソフトクリームも美味しい。うん、死ぬだろ、ゆっくり休んで。あ、そうだ、波動といえば、波動のね、あのグッズが9月30日までみたいなので、皆さんぜひゲットしてください。サウナの波動ポーズ、うん、缶バッジとか、なんだっけ、アクリルスタンドだっけ。そう、確かに紙の箱がいいね。なんかネピアとかさ、いろいろあるじゃん。あ、鼻セレブがいい。絶対ない。鼻セレブが一番いい。鼻セレブとかなんだっけ、なんか柔らかいティッシュ。
ミニストップ近くない？ミニストップ少ないよね。ミニストップ、なんかミニストップをね、なんかセブンイレブンとかローソンとかファミリーマートみたいに増やしてほしい。いっぱいいっぱい置いてほしい、ミニストップ。今日なんかソフトクリームが手軽に食べれるところ増やしてほしい。ソフトクリーム大好きマンなんで。近くにミニストップあってよかったっていいな。近くにミニストップ欲しいね。近所にね、15分くらいあるかとないってこと？ミニストップ重要。なんか前はさ、エブリワンでさソフトクリーム食べれてたじゃないですか。パン屋さんがあってソフトクリームもあってみたいな。エブリワン大好きやったのに全部ファミリーマートになっちゃったよね。エブリワンってもうないんかな。ミニストップもあんまないんじゃない。さあのマック、マクド、マック、うん、エブリワン知らん。パン美味しかったよ。生キャラメルミルクセブンイレブンに売ってるけど販売は九州だけ。あ、そうやっちゃ。さあちゃんが好きなあのチョコメ、チョコのメーカーの調べ食べたって。なになになに、どれ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 、ロイズ、なに、ね、美味しかったよね。エブリワンって九州ローカル、ほんと？いっぱいあったよね、大分とか。ミニストップ宮崎にないだけで他県にはある。あ、そうやっちゃう。でもなんか少ない気がする。他の、あ、なんだっけ、ニューデイズ東京区のね、駅とかニューデイズもないね、うん、あ、ホワイトチョコね、わかった。あのマダガスカル産のチョコレートでしょ。待って、うわ出てこんくなった。出てこんくなった。何やっけね、箱のね、箱のチョコね、あれめっちゃ美味しい。美味しかったやろ。ポプラない、ポプラない。ニューデイズは JR の駅だっけ。そうやっちゃう、わかんないけど、なんか東京多いイメージある。あ、デイリー山崎あるあるある。デイリー山崎はあるよね。デイリー飲んでいっぱい笑って、デイリー飲んでデイリー飲んでいっぱい笑って自然の笑顔デイリー牛乳
デリーはね、宮崎の会社なのであります。ちょっと待って、ちょごめんみんな、ありがとうございます、待っててくれて。ただいまです、ただいまです。皆さん、みんな見える？見えますか？マネージャーさんから電話が来ました。そう、レッスンのことで。ただいま。そう、マネージャーさんのさ、名前が表示されてさ、これは出なきゃって思って出ました。みんなありがとう、待っててくれて。帰ったらダメです、ダメです。ただいま。そう、レッスンのなんかスケジュールに関して、明日の違う、ウェミさんどことかそういうんじゃなくって、そう、レッスン、この曲のレッスンをいついつやるんだけどみたいな、そういう連絡です。レッスン頑張ってね、ありがとう。サーノン、囲碁できる、囲碁できない。囲碁できん。でもハマグリ碁石、有名なんですよね、宮崎。ハマグリ碁石、囲碁ですよね。頑張るです、頑張る。将棋はできる。いや、将棋は遊びしかできん。何、将棋のさ、箱あるやん。将棋の箱に将棋の駒を全部入れて、ガッチャンって真ん中にやって、なんか崩して、なんか進んでいくゲーム、なんていうっけあれ、ひまわり、違う、なんていうっけね、あれめっちゃ好きでした。なんかね、一時期お兄ちゃんがなんか将棋、パパッと将棋にハマってる時があって、将棋セット買ってたっちゃけど、それ遊んでました。そういうの分かんないので。あ、山崩し、それ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 、なんかあるがね。え、どうやってやりよったっけね、あれ。なんかこうやって、え、なんかね、音がしちゃダメみたいな感じだった気がする。いや、崩れちゃダメやったかも、なんかね。うん、やってたな。あ、一つずつ音を立てずに撮る。あ、それか。え、なんかあと、なんか進めるやつもあったよね。ハマグリ碁石持ってる。え、そう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 、ヒューガ、そう、ヒューガ有名なんですよ、ハマグリ碁石。あれ、あった。何時まで配信やる？1時間半ぐらい経ったら教えて。じゃん、指一本で引っ張って音を鳴らしたら交代。あ、そんな感じ。あ、何個取れるかだっけ、あれ、山崩しって。何個コマ取れるかみたいなやつっけ。懐かしい、やりたい、お兄ちゃんとまた。
お疲れ様ごー。うんうんうん。うんうん。武道館楽しみ。イエーイ。来てね。そう、武道館もロチケさんにて、今はまだね、あの7日と8日の新チームコンサートとカップリングリクエストアワーのさ、あの申し込みチケット発売中なので皆さんぜひ。あー、囲碁のやつ、そうだ、お代理さんたちがね、そうだったね。こんにちは、囲碁。囲碁ってあれな、囲碁、うん、そうな、囲碁わかんないんだよね。囲碁有名だけど全然わかんないんですよね。なっちゃんさん、お花ありがとう。小学生の頃囲碁部でしたって。囲碁部って何、すごいね。囲碁部なんてあるっちゃ、すごい、なんかかっこいいね。囲碁部、囲碁部ってなんか面白い言葉の並び。囲碁部。中学生の頃は帰宅部一緒、そのも帰宅部だよ。ば、高校の時はバスケ部でした。バスケ部ね、言っちゃったね。なんかそのもスポーツの部活に入ってみたかった。サーマは、なんかね、いろいろね、入ろうと思った部活何個かあったっちゃけど、全部やめました。全部に入ることを諦めました。そう、なんか最初は陸上部に入りたいと思って、陸上部やめ、諦めて入るの。あ、陸上部、いや、なんかね、バスケとか水泳もやってみたいなって思ったけど、いや、水泳部とかさ、ガチ勢やん。あ、違う、あれ、なんだっけ、あ、そう、水泳部ってさ、ガチじゃないですか。ガチでさ、もうさ、あの泳げる人が入るイメージ。なんかスイミング教室に幼少期通ってた子が入るイメージだったの。やから泳げない私が入ったらダメだなって思って。マネージャーとか考えなかったの。ああ、考えた、めっちゃ考えた。あの野球部のマネージャーになりたかった。憧れるよね、野球部のマネージャー。野球部のマネージャー憧れてました。あ、ちなみにね、野球部のマネージャーの見学行ったんですよ。そうけど、なんかやめた。なんかね、野球部のマネージャーの先輩が怖いっていう噂を聞いてやめました。そう、お友達とね、野球部のマネージャーの見学行ったんですけど、結構な人数でね行ったの。あの見学行ったっちゃけど、あの一人しか入りませんでした。確かに、ね、水泳部とか、バスケ部もね、いいなって思ったけど、バスケもなんか
まあね、幼少期にやってた人が多いじゃないですか。そう。バドミントンとかいいよね。バスケの練習マジきついって。いや、バスケ部の練習めっちゃきつそうだった。なんかあれよね、なんかたまに持久走みたいな感じでさ、なんかめっちゃ走り込みみたいな。何分やったかな、30分走り込みやったかな、なんかあるって言った。怖い怖いと思って。そう、バドミントンもいいなって思いました。サラノンは生徒会、サラノン生徒会でした。生徒会役員、うん、選挙は落ちました。いや、サラノンあれ選挙出たくて出たわけじゃないのでよかったんですけど、落ちました。あんなに緊張したのに、あんなに緊張したのに。なんかクラスからね、一人ずつなんか出らんといかんくて、出たい子がおらんから、なんか先生に頼まれた。もうそう、あのもともと生徒会役員やっちゃったから、そうなんか、あの空の出てくれないって言われて、いや私は普通の役員がいいですって言ったっちゃけど、なんか他に出たい子いないんですかって言ったら、なんかそれがいなくてみたいな。待って、あーわかりましたって言って出ました。そう、でもさ、他のクラスには本気でなりたくて、あの何立候補してる子がいるのか、私はあんまり会長にはなりたくないけど副会長ならいいかなぐらいの気持ちでやってたのでね。でもね、ちょっとね、なんか会長はさすがに大変なんだけど、副会長ならさ、なってもいいかなって思ってたところはあった。なんか、なんかさ、あの会長ってさ、生徒会長ってさ、あれやん、あの生徒会長はあの運動会とか文化祭とかなんか集会の時に前でさ挨拶するやん。で、その挨拶が嫌やけな、あの会長は絶対嫌と思いよったけど、でも副会長ならそういう場ないじゃないですか、正直。なんか、うん、卒業式の掃除ぐらいやん。あれもきっと先生と一緒に考えるやろうし、そうって考えたら、それ掃除もさ、だってさ、あれ読むだ、書いたものを読むじゃないですか。うん、緊張するかもしれんけど、まあ読むならまあいいかなみたいな。で、普通のなんか時は挨拶とか全部会長がするか、副会長ないじゃないですか。って考えたらさ、副会長ちょっと楽じゃないって思って。そう、え、副会長目指そっかなみたいな。そう、そういう気持ちがあったんですけど、落ちました。ので、普通の、役員をしました。そう、会長はね、喋ったらあるから嫌だったんです。何、女バレって、何体育の A 告げ口から女子バスケ部と女子バレー部の可愛い子を眺めていたサッカー部員。面白い。え、意外、サッカーすごい。女バレって何、どういうこと。あ、女子バレーってこと。
そうさ、のだから普通にあの役員してた。そう役員してましたね。楽しかった。なんかめっちゃ生徒会が一番楽しかった。なんか昼休みとかめっちゃ呼び出されるけど、その集まりすら楽しくて、うん、なんか生徒会役員ってさ、なんかさ他の人から見たら、普通の生徒から見たらさ、なんか硬いみたいな、硬いみたいなイメージあるじゃないですか、きっと。なんかめんどくさそうみたいな、先生も厳しそうみたいな、なんかめっちゃ怒ら、めっちゃなんかしつけられてそうみたいなさ、イメージあるじゃないですか。そんなん全くなくて、本当に逆になんか生徒会役員になった方が楽だし、なんか自由自在っていうか、なんかね、もちろんなんか集会の時の準備とかあるけど、とかなんか、うん、体育祭とかさ、いろんな時になんか机運んだり椅子準備したりとか、なんかいろんな、そうやることあるけど、でもね、なんかめっちゃ自由自在だし、なんか自分たちのやりたいことができるっていうか、そうそう、結局なんかみんなからさ、生徒から意見集めてそれを実行する係じゃないですか。だからなんかね、楽しかった外に水飲み来るときもよく見てた。青春、青春だね、いいね。その生徒会楽しんでました。生徒会やると高校受験受かりやすそう。あー確かに、確かに、そんなこともないじゃない。でもな、確かに今思っとそうかもね。さ、あるかもね、書けるもんね、生徒会役員って。あの履歴書じゃなくて、なんだっけ、なんだっけ、なんていうっけ、受験の、忘れた、内申票あにも書いてくれるし、あ、願書、ありがとう、願書に書けますよね。でなんかさ、高校に入ってからもなんか生徒会をぜひやってくださいみたいな、なんか来たっちゃけど、言われたっちゃけど、やりませんでした高校は楽しみたいじゃん。高校こそガチじゃないですか副会長がいるの分かるやろ。そう、いやなんかさ、あの校長先生と教頭先生で言ったら教頭先生の方がめっちゃなんか大変そうやけど、そう、なんか生徒会だったら副会長の方が楽そうじゃん。あ確かに推薦とか有利そう。確かに部活帰るときにその子がいると、お疲れ様って可愛い笑顔で言ってくれたのねもうガチファンじゃん、その女の子のファンやん。え初期、まあ初期も楽そうだけど、うーん確かに初期が一番楽かな。でもさ、初期よりはさ副会長の方が聞こえいいやんうん、たのは普通の委員会の委員長してました。委員会の委員長で、そののがめっちゃ面白くない SYAMSU さん、シュクリもありがとううん、お父さんすごい、教頭先生
花の手入れしてるだけ。でもさ、京都先生ってさ、なんか忙しいじゃん。いろいろな、いろんな人に謝ったり、なんかいろんな人とのなんかお客様との対応したりとかさ、あるやん。そう、まあ、校長先生はさ、なんかいろんなこと決めたりとかさ、なんか決定権持ってたりとか、なんか集会の挨拶とか運動会の挨拶とかあるけど、なんか普段はなんか才能的にね、なんかぼーっとしてるイメージ。絶対違うけど、絶対なんか仕事してるけど、サーノン的になんか京都先生の方が忙しそうって思ってました。タコさんもありがとう。うん、女の校長先生かっこいいね。そう、なんかいろんな人に謝ってるイメージない？教頭先生、校長先生よりも。なんか教頭先生の方がなんか、なんか、なんかね、私的にめちゃくちゃなんかひたすら動いてるイメージがあるんですよね。勝手なイメージ。あ、ローソンで見つけた、嬉しい。ノロマキャラメルミルク。うちの校長はめっちゃ働く校長だった。あ、でも私の校長もめっちゃ働く校長でしたよ。中学校とかめっちゃ働く校長先生だったけど、てかなんか中学生の頃のね、校長先生ね、なんか生徒との距離が近くてめっちゃ仲良かった。うん、めっちゃ仲良くて、なんかめっちゃね、挨拶しに来てくれるんですよ。おはようとか言ってなんか校長先生って硬いイメージあるやん。でも中学校の頃の校長先生めっちゃなんか良かった、愛想良かった、めっちゃ仲良かったです。なんか今日も頑張ってるね、ありがとうとか、なんか今日もありがとうねみたいな、なんか挨拶のありがとうって、で一緒にほうきでハワイってくれたりとか。え、すごい校長先生すごいね。教頭先生2人ってすごい。そうなのさ。懐かしいな。あの、めっちゃ挨拶運動とかやってましたよ。みんなさらの挨拶運動やってたんだよ、みんなよりも早く学校に行って。うん、おはようございますって言ってやってましたおはようございますって挨拶してた。そう、小学生の頃も挨拶運動してた。挨拶運動、おはようございます。校長の不正行為を暴いてビンタしてたって、やばいやばい、大変。懐かしい挨拶運動とか可愛いね。なんか今考えると挨拶運動可愛くない？可愛い。
っちゃ面白い。ダメだよそんなこと言っちゃ。どういうこと？ドゥ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 。え、国語の先生すごっ。だからすごいね。だから国語ができるんですか。すごいすごい。こんにちは。家庭科。ああ懐かしい。高校の時先生と仲が良かったって。でもサノンは小中高全部先生と仲良かったわ。父も国語と体育の先生すごっ。国語と体育。すごいね。すごい。ああ、挨拶から始めようね。もしやるなら何の教科の先生しますか。なんか体育の先生とかなんかよくない？楽しそう。でもさ、一日中授業入っちゃったらさ、もうずっと外とかでさ、めっちゃ焼けるよね。カズ兄さん天才だよ。天才最高だよ。A ちゃんの友達が A ちゃんに好き、待って、 A ちゃんの友達が A ちゃんに、待って、 A ちゃんの友達が A ちゃんに好きって言われたらどうするのって言われたんだけど、模範解答なんなんて。え、好きやったらそれでいいじゃない。うん、え、模範解答、模範解答なんてないよ。自分に嘘ついてなければ。オッケー。しかも体育の先生に会えた。本当に球技できないけど大丈夫。体育は好きやけど球技はできん。ものによるけど。中学生の時好きな人おったけど、告白できませんでしたって。したらよかったのに。球技以外で。あ、ほんといそう。準備体操するよとか言って。準備体操してください。やりたい。タックの先生楽しそう。すごい。家でちゃんと勉強してたじゃない。偉いよ。こんにちは。
すれ違うたびにめっちゃ笑顔で声かけてくる。いいじゃん、嬉しいやん。嬉しくないと。すごい回答って、何なんて言ったっけ、どれに対しての回答。自分を信じていれば私もサロンみたいになりたかった。サロンみたいに全然だよ。中学生にそんな声なんて分かんない。そうね、中学生分かんないよね。中学生は遊びですもん。遊ぶことの方が楽しいからね。外で遊んだりね。青春したかったって。まだまだ間に合う。今は空のに恋してます。キュン。カズさん、ハートありがとう。そうね、中学生に恋なんて分かんないよね。分かるわ。そのも分かんなかった。中学生か、楽しかったな。まだ間に合いますかね。まだ間に合います。いや、カズ兄さんサーノにもう恋してるから十分でしょ。みんなサーノに恋してるんだからさ、十分じゃん。まだ間に合うって。同じクラスにはなれんかったけどなって。でも英語とか少人数で集められるとき一緒。あのキュンとするね。ね、男女で話すことなかった。みんな話さんと。まあ確かに、ね、女の子ばっかよね。前の方の席なのにめっちゃ振り返ってこっち見てくるんよ。え、かわいい。それキュンってしません？それ嬉しいじゃない？どう？好きな子やったら嬉しいか、好きでもない子やったらちょっとやめてって思うかな。どうやってろ。でも嬉しそう、そういうの。うん。今ソラノンの靴箱に手紙入れとこ、待ってます。あ、青春だね、そういうの。もう制服交換かな。ねえ、いいじゃん。うん、今思うと嬉しいやろ。そうね。え、一軍女子すご。一軍も二軍もないんだよ、みんな。サーノにラブレター書きます。ぜひ送ってください。お話し会で読もうかなって。いいよ、待ってるわ。楽しみ。それもありやね。ぜひお手紙送ってください。待ってます。手紙って嬉しいよね、めっちゃ。
ソラマンに問題。私は誰でしょう。毛利さん。毛利さん。毛利って書いてる。毛利さん。え？毛利さん。毛利さん。え？違うと？あのくらいしかあからさまに好意を見せられる、見せてくれる女子やったらいいな。うん。いいね。青春だね、なんか。一回だけ相談所行ってみて。一回ね。一回だけね。いいよ。でも、あの、マッチしたら、マッチしてみたら、サーモンが、うん、取り残されて、カズニッサン、サーモン、悲しいよ。だから一回ね。みから始まりますってこと？みちょっとわかんない。みわかんないです。み水木さんおみじゅ二文字。み。え？みきちゃん。違う？わかんない。カズさん、ケーキありがとう。私は誰でしょう？あやめさん。み？え、みなんているっけ？み、二文字やろ？み、そりゃあかんねえって。やっぱりやめてきます。やめるの？あ、みゆさん。え、みゆちゃん？みゆちゃん？みゆちゃん？みゆちゃんなのこれ。待って待って待って、みゆちゃんなの？え、嬉しい。それは、え、みゆちゃん、やっほー、ありがとう。全然わかんなかった。毛利さんとか言ってた。ごめんね、ごめんね。毛利さんじゃなかった。みゆちゃんか、ありがとう。嬉しい。びっくりしちゃった。いつも正体バレないかとドキドキしています。どういうこと？あやめさん、やった、正解した。やったぜ。いてて、レッスン終わりって。今日は夜、今日は夜レッスンがあるので今ショールームしてます。でももうすぐ終わりよ、ショールーム。配信は1時間半ぐらい。何時、石野太郎、何時まで？3分前に教えてね。あ、もう3分前じゃん。ランキング見ます。13位は正勝さん、ありがとうございます。12位はピンク亀尾さん、ありがとうございます。11位はアクロ王さん、ありがとうございます。10位はグワッポアットマークグマニアさん、ありがとうございます。9位は博士くん、ありがとうございます。8位はカズさん、ありがとうございます。7位はフォークアットマーク香港チームメイトと16期箱押しさん、ありがとうございます。6位は高一さん、ありがとうございます。5位は高時さん、ありがとうございます。4位は待って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 、大子殿、絶対違う、あやめさん、ありがとうございます。3位はショートさん、ありがとうございます。2位はカズニー、
あとお誕生日まで291日、ありがとう。あ、じゃあ明日までに行くってことね。 OK。 1位はやっ1983さんでした。ありがとうございます。はい、今日も見てください、見てくださいじゃなくて今日も見てくださってありがとうございました。オフルトン、全然違った、オーコ殿とか言っちゃった。オフルトン、オフルトンって何、すごい名字珍しい。明日までに行くね。オッケー、それでは行きますよ皆さん、せーの、そらのじゃんけん、じゃんけんほい、チョキです。今日も見てくれてありがとうございました。では夜はレッスン頑張ってきます。名字オーフルトンさん、めっちゃ珍しい、初めて聞いた。ありがとうございました皆さん。それでは午後も皆さん残り少しお仕事頑張ってください。そのはレッスン頑張ってきます。バイバイみんな、ありがとう、みんなありがとうね。安静にしときまして、ゆっくり休んでください。それでは皆さんバイバイ。